カルビチムは韓国料理の蒸し料理であるチムの一種でカルビを用いるものである。古くはカリチムと呼んだ。牛か豚のカルビを用いるが、後者の場合は特にテジカルビチムという。伝統的には、周遊の際に、ソンピョン、ナムル、里芋のスープ、栗のダンプリング、鶏肉のチム、秋の果物と共に食べる。カルビチムは小牛肉のリブの中心部分の実を用い、 周辺部分はスープの出汁にする。韓国ではカルビは牛肉の他の部位よりも高価なため高級な料理と考えられている。リブは小分けし余分な血を除く。調味料をよく浸透させるために骨にまで切り込みを入れる。余分な脂肪は切り取るか湯通しして調去する。醤油、ごま油、玉ねぎ、ニンニク、胡椒、練りごま、生姜、砂糖を混ぜ。 カルビと共に、中火で煮込む。時々かき混ぜながら、時間をかけて煮込んでから、夏目、銀杏、人参、松の実と共に、追加の調味料を加え、再度火にかける。火からおろす直前に、栗、椎茸、岩茸を加える。伝統的に平皿ではなく、深い皿に乗せて提供する。手具広域市の中区には、カルビチム通りが存在する。ここには、 1972年にマッコリの魚として初めてカルビチムを出した料理店がある。この地域は今でもカルビチムが名物である。ケーキ道には豚肉を用いたチョンカルビチムがある。豚肉のリブを生姜、醤油、ニンニク、ごま油、ネギごま、塩、胡椒に漬け込み強火で加熱してソースを煮詰める。ありがとうございます。